い、じゃあお母さん初めてのマジック、はい、はい、やってみる、はい、僕アンパンマン入ります。はい、あげます。なんだこりゃ、なにこれ、ワンちゃん。はい、戻します。あれ、ワンちゃんのまんまだ。はい、さようなら。ワンちゃんじゃんこれ。チーズでしょ。知らない、名前知らんわ。できたよ。あら、向き変わったけど、すごくない？え、もっと可愛い声でやりたかった。いいよ、もう黄色いカップとアンパンマン。僕アンパンマン。邪魔邪魔しないでよ。アンパンマンのアンパンチは、うん、幼児が見たら暴力的になるから、うん、あれはやめた方がいいってさ、ニュースになってるわけ。どう思う、親として。いや全然いいと思うよ。あって、何がアンパンチ、アンパンチだって悪いやつをやっつけるんだよ、うん、アンパンチで、うん、でそんなこと言ったら戦いとかさ、うん、なんとかマンとかさ、うん、なんとかレンジャーとか仮面ライダーとか、そうそうそう、それも言われてるんだから、うん、だから何にもできなくなっちゃうじゃん。全然いい、全然 OK と思うよ。だってそれはそれだって教えればいいんだもん、親は。だから言葉を真似するとは思うけど、子供が、いやそれはね、漫画だけの世界だよって言えばいいだけど。じゃあ例えば子供がさ、うん、アンパンチしてさ、うん、友達ブンって殴ったら、だって理由もなく殴らないでしょ多分。あ、子供は子供の中のルールがあったり、うん、言うこと、なんかルールを守んないから、うん、じゃあ俺がってなるとは思うから、理由は絶対あるはずだから。そしたら学校のかけっこの運動会とか、うん、それもやめた方がいいし、それがダメだって言うなら、だって1位から、うん、もし順番そうそう、それもダメになってしまう、うん、何でももうダメになってしまう、じゃあ何にも面白い世界がなくなっちゃう。